父ちゃん？みんないなくなっていく。ペコらと二人っきりだ。くっ。ペコ、ペコちゃん、二人っきりだね。うふ。謎の絡みも入れていく。二人っきりだね。なんて言おうかな。二人きりいいじゃんかよ。うわーって言われちゃったよ。コロさんが珍しいんだよなマジで。一旦スッと来て10秒後15秒、入ろう10、9。誰でペコだよ。待って、ペコだー、ペコだー。あ、よかった、あーよかったよかった。汗汗、これで傷ついてたらどうしよう。うーって汗汗よ。汗びっくりしたぞペコラー。おもろ、すごいな。どういう感じで出ていったんだろう。コロさん、マイクラ珍しい。珍しいって毎回言われてるだろうしな。二人っきり嬉しいねにしとこ。何よ二人っきりになれたのにさ。何、二人きり嬉しいね。なんか、いや、コロニアは別にそうでもないよみたいな表示されたんだけど。なんだこれ、裏切られたんだけど、そっちが最初に二人きりだねって言ったから、ベコアラも嬉しいねって言ったら、いや、二人きりだけど嬉しくはみたいな、なんでその反応。作業、頑張ってね。いきなり。いきなり事務的になる。作業がおかしいだろ、気まず。このコロさんも気まず。なんやねん、なんか気持ちは違ったよみたいな。ちょっとこいつに話しかけたら勝手になんか嬉しがってんだけどみたいな、そんな感じ。コロさんもね。あら、何ペコラ好きなんですけど、どうしよう。チュチュー。なんやこれ、何の絵文字なんだそれは。魚かな。ペコアラもなんか新しいのないかな。これにしとくか。みんな顔文字なんかさ、いいよね。ペコアラもわかるような顔文字欲しいわ。キモ、何それ、キモい。わからないようにすればいいんだよこれ。キモい。あ、分かっちゃったらしい。分からないように暗号にしたのに。変わらないだろ、変わらないだろ。コロさんの絵文字と何が違うんだよ。バキュームしてる、してないわ。変わらないだろ、確かに我らキモい。いやでも邪魔するのやめよう。もう確かに我らキモい。いやコロさん、コロさん作業があれなんかな。結構もういい感じに進んでんかな。我らキモイーズでやっていくか。まだ遊び足りなそうだったしな。やっぱ前から久しぶりにやるとね、長時間できるもんねこのゲーム。楽しいペコだし。でもコロさんもこれにやってるってことは夏祭り遊びに来るんかな。